こんにちは。今日は街中で堂々とストーキング行為を働いてみようと思います。いや、パッと見クリア条件がわからんのやけど、この時点でわかった人おる？あー、なんか帽子を拝借して尾行しよう的な感じなんかな。袋をばあちゃんからパクってまたこの人にあげるって行動の根拠がマジでわからん。あー、けどまだ帽子が取れないんやね、これで。あ、コーヒーを注文してもう一方の手を埋めてあげようってことね。あー、ほならばこれあげるわ。んでからのスポッ。あー、帽子がもらえるわけやなくて、ティアモ抱きしめるたびに目を閉じてるのはストーカー彼女会の高弘来たわ。今日も一日お疲れ様でした。